ベルギーフラントは2002年にユーロが流通するまでベルギーにおいて使用されていた通貨。補助通貨単位は3チームで1フランイコール100、3チームとされていた。西ヨーロッパで革命が相次ぎ、またナポレオン時代のフランスが対外拡大を進めたことでフランスフランがこの地域で広く流通するようになった。オーストリア領ネーデルラントではクローネンターラーに代わって フランが使用されるようになった。その後フランはネーデルラント連合王国が樹立した際にオランダ・ギルダーに切り替えられた。ネーデルラント王国から独立したことにより、新たに誕生したベルギー王国は1832年にフランスフランと投下とする独自のフランを導入し、この新たなフランの導入は1848年にルクセンブルクが1850年に スイスがベルギーに続いた。また1862年には統一されたイタリアでも似たような基本制度を持つリラが制定された。1865年、フランス、ベルギー、スイス、イタリアによってラテン通貨同盟が結成され、1868年にはギリシャもこれに加わった。各国はそれぞれの通貨単位を有しており、いずれも一単位を4 5ムの銀。 または2 9 0 3 2 2ラムの純金と10とし、いずれの通貨との間で1、1での交換が可能とされた。1870年代に金本位制が定着するようになっても、このラテン通貨同盟の体制は1914年まで維持された。1926年にフランスと同じくベルギーでは貨幣価値が下落し、通貨への信頼が急激に低下する。 これによって国際取引で新たな金本位通貨が導入されることになり、5フランと10日のベルガが制定され、またベルギーはラテン通貨同盟から脱退し、同盟はその年末に消滅した。ベルガはポンドスターリングに対して1ポンドイコール35ベルガで固定され、また金に対しては1ベルガイコール純金209.211ミリグラムとされた。 また1921年のベルギー・ルクセンブルク通貨同盟は存続しており、1932年の完全な経済同盟の基礎を形成していた。1935年、ベルギー・フランは28%切り下げられ、純金に対して 150.632mg となり、また、ルクセンブルクとベルギーのフランとの間でも1、ルクセンブルク・フランイコール114ベルギー・フランに、 改定された。1940年5月に、ベルギーがドイツに占領された際に、1フランは0.1ライヒスマルクに、その後、同年7月に0.08ライヒスマルクに、固定された。1944年に解放された際に、ベルギーフランは、ブレトンウッズ体制に参加し、10月5日には1ユードル、イコール43.77フランと設定された。 その後1946年に 1US ドルイコール43.8275フランに、1949年9月のポンドスターリングの切り下げを受けて 1US ドルイコール50フランに変更されていった。他の10のヨーロッパの通貨と同じく、ベルギー、ルクセンブルクフランは1999年1月1日に銀行間決済などでの使用が停止され、 その際に1ユーロイコール40.3399フランに固定された。従来のフラン効果、紙幣は2002年2月28日に法的効力が消滅された。当初ベルギーフランはフランス語だけが記載されていた。ところが1869年からはオランダ語が書かれた効果が導入された。その後の効果の一部は両方の言語が記載されるようになった。 両言語が、効果の両面に記載されるようになったとき、オランダ語を左側に、フランス語を右側にしたものと、その逆にしたものの2種類が作られていた。1880年代には紙幣に、両言語が記載されるようになり、1992年からは、表面にフランス語、またはオランダ語が記載され、裏面にはドイツ語と表面で記載されなかった言語が、記載されるようになった。 記念硬貨の中にはドイツ語が入れられたものもあったが、通常の硬貨にはドイツ語が記載されるということはなかった。1944年から2002年にかけて、一ルクセンブルクフランは一ベルギーフランと投下であった。両方のフランは両国において法的効力を有していたが、法的効力があることが知られていなかったり、あるいは他の客が銀行に行って、 両替をするという面倒を嫌って、ルクセンブルクフランの受け取りを拒否するということが考えられていたりしたことから、ベルギー国内の店では、ルクセンブルク紙幣を用いた支払いが断られるということがあった。1832年から1834年の間、1、2、5、13チーム同化と14、12、1, 2 1 2、2、5フラン銀貨、20フランと40フラン金貨が、 導入されていた。初期の13チーム、23チーム効果の一部には、オランダの12000と1セントと果を鋳造し直したものであった。1841年以降は40フラン効果の発行が停止されたが、その一方で1848年から1850年にかけて212フラン銀貨と10フラン、25フラン金貨が発行された。 1852年には23チーム銀貨の代わりに、14フラン硬貨が導入された。1860年、23チーム白銅貨が導入され、翌年には53チーム、13チーム白銅貨が発行されるようになった。1876年には5フラン銀貨が廃止される。1901年から1908年にかけて、穴の開いた後、10、 25、三チーム白銅化が導入された。1914年、1、三チーム硬貨とすべての銀貨、金貨の発行が停止された。ドイツ占領地域では5、10、25、三チーム銅貨が導入され、その後1918年には53チーム銅貨が導入された。1919年になると2、三チーム硬貨の製造が終了した。 1922年と1923年には53チーム1フラン2フランニッケルカが発行されるようになり、それらにはボンポワーフードボアの文字が刻まれていた。1930年には53チームと103チーム効果が白銅からニッケル王道に変更され、また1938年には253チーム効果もニッケル王道に変更された。 さらに1930年には5フランが、1931年には20フラン効果が、それぞれニッケル製に変更され、1933年には20フラン効果が、1939年には50フランが、それぞれ銀製となった。1940年にドイツがベルギーを占領したことにより、銀化が廃止された。1941年、5、10、 2 5ンチーム硬果と1フラン、5フラン硬果で使われていた金属がすべて銅に変更された。1944年、連合国により2500万枚の2フラン硬果がフィラデルフィア造幣局において1943年の鋼鉄線と硬貨ジータの余剰分で鋳造された。1948年に5フラン白銅貨と50フラン、100フラン銀貨が 1949年に20フラン銀貨が1950年に1フラン白銅貨がそれぞれ導入された。また23チーム銅貨が1953年に53チーム銅貨が1952年にそれぞれ導入された。1955年になると銀貨の鋳造が停止された。1964年になると23チーム銅貨に 変わって253チーム白銅貨が発行されるようになった。1969年から1979年には10フランニッケル貨が、1980年には20フラン銅貨が、1987年には50フランニッケル貨が導入された。1986年には5フラン効果の白銅が、アルミニウム銅合金に、1989年には1フランの、 白銅が、ニッケルで滅キされた鉄にそれぞれ変えられた。1835年から1841年に、かけて、ソシエテ・ド・コメルス・ド・ブリュッセル、バンク・レグレル、ソシエテ・ジェネラル・プール・ファボリゼ・ラン・デュストリナ・スイオナル、バンク・ド・ベルジック、バンク・ド・フランドル・バンク・リエジョワーズ・エ・ケース・デ・パル・ニュアゴ、10、20、25、50、100、250、500、 センフラン学面の紙幣を発行していた。1851年、ベルギー国立銀行は20、50、100、500、センフラン紙幣の発行を開始し、その後1914年に1、2、5フラン紙幣を導入した。ソシエテジェネラルでは1915年から1912年にかけてドイツ占領地域で1、2、5、20、100、 1000フラン紙幣を発行していた。1926年には財務省が5フランと20フランの紙幣を印刷した。1927年、国立銀行によりフランとベルガの両方の単位が記載された紙幣が印刷され、50、100、500、1000、1万フラン紙幣が発行された。1944年にドイツから解放されたことを受けて、 10,100,500,1000フランシン紙幣が導入された。この時発行された紙幣が、ベルガの単位を持つ最後のものとなった。1948年には、財務省により50フランシン紙幣が、1950年には20フランシン紙幣が、それぞれ導入される一方で、国立銀行は引き続き100、500、1000フランン紙幣を発行した。 1971年には5000フラン紙幣が導入され、また財務省による20フラン、50フラン紙幣がそれぞれ1980年と1987年に高価に切り替えられた。1992年には5000フラン紙幣の印刷が停止され、代わりに1万フラン紙幣が導入された。また1994年に2000フラン紙幣が導入された。 ありがとうございます。